週刊居酒屋人これ毎回笑っちゃうんですけど、まだ慣れないんですね、はい、このジンマ、はい、紹介、はい、皆さんこんばんは、週刊居酒屋人マの時間ですね、はい、MC で作曲家の陣前鶴です、ね、はい、同じく作曲家の杉山圭一でございますというわけでですね、はい、先週に引き続きゲストにミュージシャンの吉田二郎さんにお越しいただいてます、はい、こんばんは。先週がですね、二郎さんがどのような環境で育ってきたのかみたいなお話を、まだ高校卒業してないよ、ま、高校卒業してないですからねお兄さんとお姉様がいまして、まあ、年の離れた7歳8歳離れたお兄様、うん、お姉様がいまして、その環境がですね、お姉様はアイドル好き、アニメ好きでしたけど、うん、お兄様がもうパソコン好き でお母様が新しいもの好きで、英才教育ですね。もうなんていうか、そのサブカルチャーとオタクの英才教育を受けて、うん、小室哲哉さんフィーバーの影響で作曲を始めたという、うん、でそこまでお話をしました、ね、肝心のシーケンサー何使ったのか聞いてないという、そこまでのここからの続きの話になります。はい、どうぞっていう作り始めた。もうパソコンに家に作る。パソコンがね、なんか、うん、はい、どうしようと思ってたんですよ、はい、友達ん家行ったらシーケンサー付きのでっかいシンセがあって、はいはい、こういうのことやるのかなと思ってたら、はい、修学旅行から帰ってきたら、はい、家に、はい、まあ、最新版の Mac があって、はいはい、へえ、ノックアドラ650っていう当時の最新版 Mac があって、はい、え、これでやればいいじゃんってなって、うん、あ、それわざわざ買ってくれたんですか？違うんです、違うんです、はい、全然知らなかったんですよ、はい、なんか自分が使いたいから親は買ったんですけど、でも使い方わからんわって言ってほったらかしもったいないでも当時の Mac のシーケンスってビジョンとかで、ビジョンが好きだったからビジョンを買って、うん、ビジョンとコルグの音源のバンドルセットみたいなのがあったんですよ、はい、あったんだ。で X5 っていうコルグのシンセとビジョンとくっついてるやつを買って、はい、でそれでビジョンで始めたから。 X5 ってあの鍵盤付き？そうそうそう、あれだあれだ、ありましたね、わかるわかります。すごい環境ですね、羨ましいぐらいの、うんうんうん、そうそうそう、でラッキーと思って、打ち込みを開始したと。打ち込み開始して小室哲哉さんみたいな曲を、そう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 、でマルチティンバーでもう16チャンネル違う音出るから、はい、それでポポポ打っていって、うん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 、それが何年ぐらい、それ95年の1月に買った中3の正月、そうだ、X5 がそう、そのぐらいの、はい、94年発売だから、はい、そうだ、ほう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 、でそれで高校生の時はもうあの当時の彼女に歌わして、はい、うんうん、あの2人で文化祭出たりとかして、もうライブ、自作曲でオリジナルでライブやって、ってました。もう作曲ももう、そうか、エレクトの教室で作曲の勉強とか一応コードとか教えてもらったから一応できちゃったみたいな。できるんですけど、なんかでもやっぱ自分が気に入らないと出せないじゃないですか、はい、だから、うんうんうん、なんか最初は難航したんですけど、はい、まあ、何曲かできて、うんうん、であとはカバーみたいな感じで、はい、うんうん、耳コピーとか、うん、で文化祭にライブできるんだったらやろうってやってましたね、はい、もう当時からユニットを組んでやされてたってことですね。レコーディングはしたりしてた？まだしてない。いや、レコーディング全然してなくて、うん、だからその MIDI の16チャンネルで完結する世界に行っちゃって、まあ、ゲームミュージックオタクだから、はい、そこが、うんうんうん、なんかレコーディングしたいみたいな欲求全然なくて、うんうん、あ、なるほど、だからその、X5 と当時 あのね、スタンダードミディファイルプレイヤーっていうのがあって、はい、ほう、フロッピー入れて、そうそう、フロッピー入れると、はい、再生してくれるんですよ、スタンダードミディファイルを。そうするとそれをミディで自分の持ってるシンセにつなげば、はい、16チャンネルで演奏してくれるから、はい、でそれとそれを持っていって、はい、それをアンプにつないだらもうオケが出るじゃないですか。今でいう同期みたいなことですよね。そう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 、感覚としてはそうですよね。で、あの鍵盤は1チャンネル目だけ音が出るようにしておいて、はい、まあ、それで上で弾いて、はい、重ねるライブはできる。なるほどなるほど、考えてやってましたね、すごいですね。それでやってました。だからテープを使って同期とか、はい、レコーディングコーディングとかっていうのはまだ全然したことないところですね。俺、はい、結構そういうのはすごい遅かったんですね。打ち込みで作るなんか、うん、っていうのを中心に。そうするとレコーディングは DAW が、DAW まだシーケンサーが DAW の機能持ってない時代だった。そうそうそう、うん、そうですね、まだ。俺そのビジョンっていうシーケンサーが好きすぎたせいで、はい、そのあのオーディオ機能があるシーケンサーとか DAW に移行するのがすごい遅いんですよ。あれ、オプコードが買収されちゃうのが2001年ぐらいなんですよ。
そう、うん、だからで最後スタジオビジョンとかは、うんうん、かろうじて録音できるんだけど遅れは取ってたんですよね、他の他社のダウとすると。しかもスタジオビジョンって Mac しかなかったんですけど、はい、俺最初 Mac で始めたのに、はい、なぜか98年に Windows に移行しちゃうんですよ、はい、で、うん、Windows で出たビジョンっていうのは、はい、シーケンス、ミディシーケンスだけのビジョンだったから、はい、そっからもうオーディオ機能があるものに移行できなくて、はい、そのまま2002、2003年ぐらいにようやくソナーとかでやり始めるのかなって、はい、あ、ハードディスクレコーダーは買わずに、いや、VS880 とビジョンだけでやってた。なるほどなるほど。そっからソナーに行くんですね。なんかもう警告系のソナーですよ。僕もソナーを使ってたんで、最初 Windows、 一番最初は Mac のパフォーマーっていう機材を使ってて、そこでシンガーソングライターかなっていう、あのデジパフォーになる前のですね、確か。でシンガーソングライターっていうのを使って、その後 Windows ブームに来たんで、うん、Windows で買い替えて、うんうんうん、ケークウォークから始まってソナーに行ってっていう形ですね。なんでソナーにしたのかな、うん、多分でもビジョンの代わりだったら何でもいいやみたいな気持ちでやけになってて、うんうんうん、で、ソナーが徐々に良くなってきた頃だったんですね。ソナー3か4かぐらいの時で、うんうん、はい、ソナーがちょっとかっこいいと思われてる風潮があった時期があったんですよ。ジモンさんの方は多分ビジョンはナットビジョンぐらい、そう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 、ビジョンかビジョン以外かしかないから何でもいいけど、キューベースが出始めでそんなに別に今ほどのシェアがない時期だ時代だったんですよ。なのでケークウォークの方が有名だし使ってる方が多かったんです、圧倒的に。 あと何がでかいかって、はい、ローランドに電話したら日本語で丁寧に教えてくれるんですよ。はい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 、動かんくなったらすぐローランドに電話できるっていうのはめちゃくちゃ良かった。確かに確かにな、そうですね。あとなんか最初から結構プラグインみたいなのが入ってたりとか、あと、うんうんうん、あのね V なんちゃら、音程変えるやつが結構早かったんですよ。バリピッチみたいなやつ、バリピッチみたいなやつの前世みたいなのが、ね、もうダウにくっついてる状態で入ってて、結構そのソナーって早く最新機能を盛り込んでたすごいソフトだったんですよ。今はもう、フリーソフト化してありましたけど、うん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。今倒産っていうか、なんだろう、なんかね、またギブソンに買収、そうそう、ギブソンに買収されて、ギブソンに買収されギブソンとかフェンダーに買収されるとろくなことがない。またギブソンかよとか、そう俺ビジョンと一緒なんだよ。そうなんです、そうなんですよ。でシンガポールかどっかの富豪が買い取って、はい、今フリーアプリになった。フリーアプリになったって聞いて、あ、そうなんだ。ようやく昔、うん、あのソナーで作ったデータがサルベージできるようになった。僕も20年以上前のデータがソナーのデータとかがあるので、それ開けないなと思って、だからフリーソフト入れれば開くなと思って、いや、データって開かなくなったら財産がなくなってしまうって怖いなと思いまして、そう、でそこから俺もプロズールズ一択ですよ。それ、そこからプロズールズ、もう今も買収されないから、はい、怖いってことで、その業界標準みたいなやつを使うと一番いいなっていうか、はい、確かにプロツールスだと10年後もまだ開けそうな感じはしますよ、ね、最近やっとねミディ打ち込めるようになってきた。あ、本当ロジックで、あ、じゃあプロツールスで、もう俺全部だから多分杉山さんと仕事し始めてプロツールスにしたんじゃないかな、なんかね、そんな機会がどこに行ってもプロツールスってあるし、まあ、杉山さんのスタジオ行っても、はい、どこにでも慣れちゃったんだよ、うん、きっとね。ショートカットも変わらんし。俺最初だって杉山さんからドングル借りてたもん。はい、そうだったな、もう。仕事で使うから。そっからだった。じゃあもう打ち込みも全部プロツールスで、ね。全部プロツールス、うんうん、まあ、最初からやってたらもう特にもう使いづらいとかないですもんね。自分たちもさ、ロジックも使っちゃったからなかなか離れられないだけで。はい、そうそうそう。まあね。最初からプロツールスだったら別に特に不便も感じず、全く、めっちゃ便利と思って。そうですよね。そのままね、レコーディングできるしね。そうですね。世界中どこでも使えますからね、プロツールは。確かに。で、今、年齢的にはどこまで高校ぐらい、高校文化祭出たぐらいで、そうですね。そっから。まあ、そっから、はい、そのまま、二人でやっててもつまんないから、はいはい、ギターのやつ入れて、はい、そのバンド的な、バンド的な方にやっていこうと思って。フェアチャイルドと同じ構成だ。はい、ね、そうそう。まあ、フェアチャイルドとか好きだったりする。はい、でもゲームミュージックオタクだったから、はい、あんまりバンドみたいなものに興味ないなと思ってたんですけど、その入れたギターのやつがむっちゃロック少年のやつで、はい、そいつがどんどん俺にロックの CD を貸してくるんですよ。フェアチャイルドみたいだっていう。でも本当にでも、はい、ここの僕の中でフェアチャイルドのカバーをやってたんですよね。うん、
それでそいつがどん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 貸してくるから、うん、それこそレッド・ゼッペリンとか、うん、ジミヘンドリックスとかを貸してくるから、うん、真面目だから聞いちゃうし、オタクだからどん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 詳しくなっていっちゃう、それまで聞いてなかった方向だから、うんうんうん、あの同級生で、うん、その特定のジャンルにすごい詳しくていろいろ勧めてくる友達っていましたよね。で僕もいたので、うん、でそういうやつらがお勧めしてくるやつって厳選されたものだから、うん、いいものちゃんと教えてくれるから、うん、詳しくなって自分も好きになったりしますね。俺も、はい、あの高校の同級生でいまだにすごい付き合い長いやつがいるんだけど、はいはい、2人揃っていまだにあの、はい、ジャーマンニューウェーブとかしか聞かないんだろう、福井さんっていうんだけど、そうそう、はい、すごくジャーマンロックとかコアな方向、はいはい、行っちゃう友達っているよね、はい、っていますよね。そう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 、休み時間に CD 10枚ぐらいでずっとヘッドホンで聞いてるんですよ。そうそうでもそいつはなんかバランスいいやつで、はい、ジローはあの鍵盤が好きやし、はい、なんかおしゃれなやつが好きやから、はい、あのチャーがいいと思う、はい、でチャーを最初に貸してくれて、はい、でチャーは鍵盤も弾けるし、はい、コードもなんかメジャーセブンスとか、はい、ナインスとかめっちゃ使ってるっておしゃれやから、はい、まずこれを聴けって聞かせてくれて、はい、でそっからもうハードロックに目覚めちゃって、はいはい、で全然ギター弾いたことなかったのに、はい、でそいつがいる間は別に自分は鍵盤でいいなと思ってたんですけど、はい、そいつが音楽やめちゃった後に、はい、ギターどんどん弾きたくなっちゃって、はい、ギター買っちゃって、はい、みたいな、必要に応じて、うん、からギターの練習を始めるって形ですね、うんうん、そうですね、練習というかまあでも好き、はい、またオタクになっちゃってるから、はい、あギターあったら、うん、同じの弾いてみようかなと思って、はい、うんうん、そう僕の中でも二郎さんのイメージってギタリストっぽいイメージがあったんですよ、うん、あ最初からの、はい、最初から僕出会ったのが直近10年ぐらいのお話だったので、ここまでそのエレクトーンとか鍵盤に触れて鍵盤ばっかりやってきた人生だっていうのは全然意外でした、うん、マルチプレイヤー、マルチプレイヤーですよね。そう、そうですよね。でもギター本当に人前で初めて弾いたのって2004年とか5年とかなんですよ、はい、だから杉山さんと出会うちょい前、はい、ちょい前って言ってたよね、はい、初めて会った時はもうギター弾いてて対バンだったのかなんか、はい、そうですね、そうそうそうだったんだけど、おーおーおー、そうギターだっから、じゃあもうかなりギターも自分の楽曲に取り入れるような形の、自分の演奏で取り入れるような形で、そうですね、ようやくその辺からギター自分のとこに入れてもいいかな、もともと打ち込みはできたし、うん、だからギタリストが打ち込み始めたんじゃなくて、もともと打ち込みできる人がギター始めたって、それ強いですね。最初はでもギターを自分の曲に入れるすごい、はい、不安で、はい、もうサンプラーに撮ったりしてましたもん最初、うん、タイミングいじれるから、はいはい、なるほどなるほど、うんうんうん、ほうほう、当時もサンプラーも持ってたんです。サンプラーはね、はい、なんだろう、大学生の時にバイトしてた塾の先輩が赤いの S2000 っていう、はいはいはい、僕も中古で買いました、を売ってくれて、はいはい、それをずっと使ってた、うんうんうん、それで大学大学はね、はい、なんかね、大阪芸大映像学科っていう映像の学校に行っちゃったんですよ。それなぜそこに行ったんですか。それはもうエヴァンゲリオンの庵野秀明監督が好きで、はいはい、そこもやっぱりちょっとオタク系の大阪芸大がそういうとこなんですよ。あ、なるほど、大阪彼らみんなガイナックス大阪芸大出身なので。あ、そうなんですね。そう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 、でガイナックスのことはもう小学生の時から好きだったから、はいはい、でそれで進路どうするってなった時に、はい、ちょっと音大行けるほどはい、うまくはないし、うんうんうん、でもなんか普通に進学できるほど頭も良くないし、はい、みたいな気持ちになって、どうすんねん俺ってなった時に、うん、まあ大阪芸大映像学科に行けばいいんじゃないって、なるほど、ヒントひらめいちゃった、うん、興味がありそうだし、うん、モテそうだしっていう、うん、大阪芸大はモテるんです。いや、そんな、いや興味がモテそうだし、モテそうだしって興味がね、今違う、そうじゃないそんなことは言ってない、間違ってる、まあ、そうそう、いや興味がモテそうだなっていう、ほら映像、今の話だと映像作るって話は特に上がってはなかったじゃないですか、はい、アニメ作ったとかで、はい、うん、でもそうそうそう、うんうん、そうそう、作る側だから大阪芸大、うんうん、面白そうだなみたいな感じでですね、まあでもアニメも作りたいとか思ってたんだと思うんですけどね、はい、なんか、うんうんうん、あの MV が結構見てんの好きで、はい、で高校生の時あのコーネリアスのファンタズマとか、はい、あのテイトーアさんが日本戻ってきて、はい、結構 MV かっこいいのと一緒にやってて、こういうのを
自分も作れたら面白いんだろうなと思って、音楽はもうちょっと作ってるから音楽以外に教えてくれるところに行ったら、ちょうどクリス・カニンガムとかああいう映像作家がすごく PV とかが人気が出て、はいはい、そうそうっていう時代だったので、ちょうどね、はい、いい作品多かったですよね、あの時代ね、90年代後半の、それで大阪芸大に入られて映像の勉強っていうのを直接関わるじゃないですか、でも知り合いがね、いい知り合いにいっぱい会えた感じがするそうそうそう、ほうほう、まあでも大阪芸大って本当に学科もめちゃくちゃ広いし、はい、ミュージカル学科から、はい、でっかいですよね、金属削ってるやつなんて彫刻みたいなの、うん、いるから、はい、本当に人がいっぱいいるのと、はい、その年の映像学科はその、はい、エヴァンゲリオン大ブームの中だったから、とにかく倍率が高くて、同期が、はい、天才みたいなやつがいっぱいいて、あ、なるほど、でもおかげで、はい、それで、あ、じゃあ俺映像やっぱやんなくていいやになっちゃったんですけど、なるほどじゃあこいつらの横で音楽作ったり効果音作ったりしてる方が良さそうみたいな、で現在に至るっていう、もう濃いメンツばっかりいたんですね、もう同級生とか、すごい面白そうな環境ですね、ぶっ飛んだ方いっぱいいるんでしょうね、ましたね、なんか今も全然普通に、はい、どこだっけ、ナムコでモーションのチーフやってるやつとか、はいはい、ストリートファイターのプロデューサーやってる先輩とか、はい、あとまあ、はい、漫画家としてめっちゃ売れてる先輩とかがわわわっていて、はい、でも当時はそうなると思ってないから、はい、すごい人だなと思ってただけで、うん、なんか大阪芸大と、はい、あと日芸が俺の中でそういうなんか交流がすごく、はい、なんと盛んというか活発なイメージが確かにありますね、そう羨ましいなって思う、うんうんうん、なるほどな、そこでいろいろな芸術家とか同期のもしすごいぶっ飛んだクリエイターの方とかと知り合ったりして、大学を卒業してどうなるんですかね、卒業したらなんか俺横浜に引っ越しちゃうんですよ、ね、はい、それはいろいろあったんですけど、まあまあまあ割愛して割愛してでもなんか横浜のバンドがね、はい、結構昔の古い歴史の、はいはい、が好きで、はい、横浜の60年代のバンドがめっちゃ好きになっちゃって、はい、なんかきっかけでかって横浜行くことになっちゃったんですよね、はい、で横浜に一人で来て、はい、で当時18禁のゲームのサントラを一人で作って生計立ててたから、はいはい、別に知り合い全然いなくていいやみたいなところで、はい、で一人で、うんうんうん、その辺から仕事が始まってるんですよね、キャリアとしては。そうですね、そのゲーム音楽制作的なものをもうすでにその時には始められてたってことなんですね、うんうん、それでしばらくずっと制作されてやってたら、でもまあバンドを組んでみるかって言って、はいはい、メンバー募集でバンドに入って、はい、でそのバンドが結構特殊な界隈のバンドだったんで、はいはい、まあ、ここら辺なんですけどね、ここら辺ここら辺特殊ってそういうことなんですか、杉山今までの流れと違うジャンルのニューウェーブ、はい、テクノポップって言われるところ、はい、いやでもなんかギターでバンド入ろうって言って、はい、メンバー募集見たら、はい、だいたい怖いおじさんで、はい、なんか嬉しい音楽やってるんですよ、で全然好きじゃないなと思って、はい、じゃそれがたまたま目に入ったところですごい、はい、これだったらできそうっていうのがあったんで、はい、そこに入ってやってたら、はい、1年ぐらいしたら杉山さんと対バンして、でなんかライブ後かなんかに話をしてて、うん、あ、はい、打ち込みすごい普通にできる人じゃん、はい、なんか普通に、はい、なんだろう、うんうんうん、オールマイティーにいろいろ知識とかある普通の人じゃん、はい、いい人じゃんって思って、はいはい、普通の人じゃん、なんか覚いやでも覚えてて普通になんか対バン、はい、でも対バンそんなしたわけじゃないよね、あでもどうだろう、どうだろうね、あでもなんかね、仲いいバンドの先輩方の、はい、が共通なんですよ、ね、界隈が一緒のとこだったので、でなんかの時に、はい、俺が仕事を受けているところで、はい、なんかゲームの音楽ゲームの譜面を作るんだけど、はい、ギターがちゃんと分かってる人が必要で、はい、誰かいないかなと思った時に二郎さんに声かけてやってみて、半年ぐらいやった気がするんだけど、なんか半年もやってないか、俺が半年入ったやっただけだ、前からそうとか言って一緒に仕事してるうちにちょっと
あれもこれもって言ってレコーディングとかちょっとした曲とかってやってるうちに、そうそう今に至るっていう感じの。でそのうちに一緒にバンドやったりとかもあったり、はい、うん、そうですよね、一緒に今も組まれてるんですか。今もやってます、ね、やってるというか、はい、まあすごいスローペースで、そう年に1回ライブあるかないか、ね、コロナでね、そうだったり、はい、自分がやってる、はい、なんかお手伝いしてる、はい、ユニットのレコーディングが二郎さんのとこだったりとか、そう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 、この間そうです、この間ね、そう、ありがとうございます。いや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 、こちらこそありがとうございます。あ、でも今度また それで一緒にライブやるんですね。そう、1月に、あ、だからこのラジオがやった頃にはこれ2日目だから、はいはい、終わってるのかな。終わってます。4月16日放送予定ですね。そう、こちらはあの新宿ロフトで、はい、あの知り上がりことぶきさんって漫画家さんのロックフェスにも出てるはずです、はい、我々は、はい、そうなんですよ。なるほどなるほどなるほど、うん、そうバンドやったり、はい、なんかまたちょっと別なゲームで一緒に業務委託で仕事したりとか、はい、なんかいろいろなんとなく、はい、なんとなく一緒にやる機会が多いですね。多分一番多いかもしれない、はい、なんか、はい、え、そうですか。ジンマ君並みだと思う。多分、うん、ジローさんかジンマ君が一番多いですね。結構ね、ここぞっていう時に、ね、はい、声かけてくださる、はい、ことが、なんかね、他に、はい、他になんか、はい、なんだろう、器用な人が思い浮かばないっていうのは、なんかちゃんと映像分かって、はい、まあ、勉強してたじゃないし、はい、造形があるから、はい、なんか、あ、そうそうそう、そういうことなんですよっていうのが分かってくれて、で、音楽とっていう、はい、ちょうどいいところにお互いいるので、そう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 、っていう感じです。なるほどですね。ではですね、二郎さんの今現在活動されている他の杉山さん以外のバンドとか、T シャツ着てるやつ、いろいろと今 T シャツ着てるんです、はい、映んないんですけどね、これね、映んないですけど、あの元パール兄弟、パール兄弟まだあるのかな、パール兄弟とか、はい、ハルメンズっていうバンドやってらっしゃった、はい、佐伯健三さんっていう、はい、あの作詞家としても結構有名な方がいるんですけど、はい、この人とずっとここ7年ぐらいバンドやってまして、ボーカリスト、はい、はい、ジョリッツっていうバンドをやっていて、はいはい、ね、去年の12月14日に、ニューアルバム、はい、怪しいビルディングっていうのを出したところなんですね。はい、怪しいビルディング、はい、でこれこういう、今のジャケットを見せていただきます、はい、うんうん、なんか雑誌にも載られた本ですかね、それ。あ、これはミュージックマガジンの1月号に、うん、1月号のレビュー、はい、アルバムレビューに載ってて、はい、なんか褒めてもらってて嬉しい、あれですよね、あのバンドメンバーでギター弾くし、はい、曲も作るけど、はい、レコーディングほとんど、はい、二郎さんは、ね、うん、オールレコーディングでしょ。あ、でも今回は、はい、あのリズム帯とかベーシックはゴックサウンドっていう、はい、あ、外で撮ったの、うん、近藤さん、はい、近藤さん、おー亡くなる前の、そう、本当にゴックサウンドっていう、はい、全部がアナログの機材のスタジオがあって、はい、テープで撮るんですよ、はい、あ、すごいですね。亡くなっちゃったんですよ、それがね、残念なことに、そう、でそれがもう亡くなっちゃって、はいはい、で亡くなるちょい前に、はい、うまく撮れたんで、はい、あ、よかった、うん、そういう全部アナログで撮ると音違います、全然違うんですよ、全然違う、全部紹介コーナーまで全然違うというところですね。で、それではですね、別撮りしました湯島チョコちゃんによりますゆうゆう戦闘紹介コーナーの時間です。湯島チョコちゃんが全国各地いろいろ飛び回りまして、戦闘やサウナやサウナの豆知識などを紹介してくれます。いざこよじ湯島チョコの悠々戦闘紹介コーナー、はい、今週も始まりました。湯島チョコちゃんによります悠々戦闘紹介コーナーの時間です。チョコちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、このコーナーはですね、湯島チョコちゃんが全国いろんな銭湯やサウナに行ってそのおすすめを紹介してくれるというコーナーになります。では、今週はどちらの紹介になるでしょうか。今週は、はい、世田谷区にある、うんうん、黒湯温泉銭湯の祖師ヶ谷温泉21ってとこを紹介させていただきます。祖師ヶ谷温泉21さんですね、はい、なるほどなるほど、どんな感じ、うんうん、ここめっちゃいい銭湯だったんですよ、うんうんうん、はい、あの、まあ、ウールがあったりとか、うんうん、プールなんか珍しく、はい、まあ、黒湯温泉だったりとか、うんうん、まあ、スペックが本当に高くて、あとアイスサウナがあるとかで、アイスサウナね、あ、冷たい感じのサウナ、めっちゃ珍しい、いろんなもの詰め込んでるみたいな銭湯さんだったんですけど、ここがね、うん、今年の3月に、3月31日に閉店することになってしまって、うん、なるほどなるほど、なんと、はい、あ、書いてますね、今ホームページ、令和5年3月31日をもって祖師ヶ谷温泉21を閉店させていただきますとのことですね。そうなんですね、あ、なるほど、なくなっちゃうんですね。いや、そうなんですよ。ほうほうほう、で結構やっぱり人気あったはずなんですけど、はい、なくなってしまって、うんうんうん、残念なんで一応紹介できたらなと思って、うん、今回、ね、今画像をちらっと見てるんですけれども、
何か懐かしい雰囲気の中にもモダンなね、なんていうか煙突があったりとか暖炉みたいなのがあったりとか、そのなんか風情のいいとっても良さそうな銭湯ですよね。そうなんですよ。ロビーっていうかね、受付もすごく綺麗な感じで、まあ、プールがあるっていうのは本当珍しいですね。いや本当にない、都内プールある銭湯はほぼないですね。プールなんてね、そんな子供が来たら、ね、喜んじゃいますよね、プール。すごい、やっぱ子供さん、うん、泳がせるのに使ったりしてたって話を人から聞いたりしてたんで、いや全然綺麗だし、広いし、子供としては全然ね、今後もやってほしいなと思ってたんですけど、そうですね、まあ、今後ね、このサウナさんね、今だけね、3月31日まで入るんだったら今がチャンスってことなんで、ぜひぜひどん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 いろいろ入ってほしいなって感じですよね。はい、なるほど。こうやってね、新しいね、そのリニューアルされたりとかして、どんどん改造して新しくなるサウナがあったりとか、こうやってなくなってしまう、うん、そのね、たくさんのね歴史を刻んだ上でなくなってしまうサウナもあったりとかって、いろんなね、銭湯とかサウナっていうのはいろんな歴史があるもんだなと思いますよね、うん、ぜひあるうちに、うん、いっぱい行ってあげてください。ですね。というわけで15秒前ということなので、チョコちゃんコーナーを締めてください。はい、祖師川温泉21、うん、めちゃめちゃいい銭湯です。ぜひ亡くなる前に行って、あ、面白い銭湯楽しんできてください。はい、3月31日までです。お急ぎで。居酒屋チーム、はい、というわけでですね、はい、先週に引き続き2週連続で、ミュージシャンの吉田二郎さんにお越しいただきました。ありがとうございます。いろいろとマニアックな話を聞かせていただいて、はい、かなりもうオタクの英才教育を受けたという、うん、そうでした。すごい環境に育ったんです ね、羨ましい、びっくり、羨ましい、羨ましいという、うん、それで杉山さんともたくさんお仕事されて、今後も仲良くされていただくって感じですね、はい、あ、どうでしたか今回ラジオに出まして。なんかすごい楽しかったですね。またあっという間な感じで収録風景がはい、本当に面白いなと思って、はい、勉強になるなと4年目に突入しますこのラジオです、ね、はい、4年目、はい、というわけでまたその1年後とか、まあ、半年後とかまた機会がありましたら、うん、またゲストに、ね、ぜひぜひ出ていただいて近況をお聞かせください、うん、では最後、お仕事くださいの掛け声で終わりたいと思います、はい、せーの、お仕事ください。